こんにちは。池部楽器店ドラムステーション秋葉原店島本と申します。今日ご紹介させていただきますのは、ボスワスの新しいラインナップの、モデルが入荷いたしましたので、ご紹介させていただきたいと思います。ボスワスの EBC シリーズという、ラインナップになっております。でこちらラインナップの特徴といたしましてはですね、より普遍的なトラディショナルな、モデルとは少し違ったモデルになってまして、全体的にややエフェクティブなモデルになっております。何かしらレイジングであったりとか、あるいはハンマリングであったりとか、あとはサイズが奇数インチが多かったりとか、何か一手間加えることによって、少しこう、これまでのシンバルとは違う、ユニークなエッセンスを加えたモデルになっております。で、ラインナップ自体、あまりこう種類は多くはないんですけども、一つ一つのモデルに対してそれぞれ明確なこう意思といいますか、狙いが一つ一つに設定されていまして、非常にこうユニークなんですけども、決して使いづらいわけではなくて、こういった1枚がもう1枚欲しいな、自分の今持っているシンバルに対して、もう少しトラッシーなシンバルが欲しいであったりとか、そういうかもう1枚こう付け足しとしても使えると思いますし、もちろんこのシンバルでこう1セット揃えても非常にこう面白いサウンドが得られると思いますので、ぜひチェックしていただければなと思います。はい。で、モデルをご説明させていただきますと、まずこちらハイハットですね、こちらノイジーハットという名前がついております。でサイズは13インチになっています。で、レイジングが表面はしてあるんですが、それぞれシンバルの裏側はこのようにこう叩いただけの、いわゆるタークフィニッシュというモデルになってまして、少しタイトで硬いんですけども、非常にこう明確な粒立ちが得られて、非常にキレがいいかなという印象になってますね。あとエフェクトが1種類、チャイナ12インチですね、12インチの FX チャイナというものが出てます。非常にこう手にも曲げれるぐらい薄くなってまして、あと穴が、開いておりますので、非常にこうトラッシーなニュアンスをこうクシャッとこう、シャープで、なおかつトラッシーなサウンドを強調したチャイナになってて、単品でもいけますし、あとはスタックとしても使えるような仕様になってます。でこちらがですね、クラッシュシンバルになりまして、シビラントクラッシュ18インチというものになってます。フィニッシュ的にはこのノイジーハットと同じようになってまして、レージングのしてある表面 と裏側はいわゆるこういう、タークフィニッシュ、ハンマリングしただけのフィニッシュになってますね。落ち着いてはいる、ダークでは落ち着いたサウンドになってまして、ややこう、クールな、ひんやりとした、あまりこう派手さがないんですけども、落ち着いた音になってまして、あまり派手な印象のクラッシュはお好きでない方は、こういったシビラントクラッシュをチョイスしてみてもいいかなと思います。でもう1枚クラッシュがありまして、フルクラッシュ19インチというものが出ています。これはおそらくこの2枚非常にこう対比されるような存在になってまして、シビラントが落ち着いたサウンドなのに対して、こちらは両面ともブリリアントフィニッシュ、キラキラしたフィニッシュになってますので、逆にこう、非常にボリューム感があって、なおかつこうきらびやかな、ちょっと派手な印象のクラッシュになっています。で、あとライトシンバルがございまして、こちらが、グラッシーライド21インチというサイズになっています。で、見た通り、真ん中にか、シンバルの中心から真ん中にかけてと、あと外側でちょっとフィニッシュが違っています。でこれによって、この、レージングされているこの綺麗な部分ですね、こちらを叩くと比較的こうレガート、スティックのレガートなんかはタイトで粒立ちがいいです。でこちらのこの、荒れたレージングのところになっているこのフィニッシュのゾーンを叩くと、もう見た目の通りこうやや荒れた、非常に倍音が豊かなレガートが得られます。1枚でちょっとそういったキャラクターの使い分けができるようなシンバルになっております。で最後こちらが、ラフライド、21インチになっています。見た目的にも非常にいかついシンバルにはなっているんですけども、レージングとこうタークフィニッシュも特徴なんですが、一番の特徴はやっぱりこの4箇所だけ、非常にこう集中的にハンマリングを行うことによって、あえてこうシンバルを湾曲させています。これによって、非常にこう一番トラッシーな音が乱れたサウンドになっているので、荒れたもうその名の通りラフなサウンドが特徴になっております。以上となってます。